どうも、キューティーの中山です。おはしゃ、グフフ、クイック。自己嫌悪に聞く。引きこもりじゃねえか。というわけでですね、今回、マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。うわふふお願いします。なぁ、ぜひやぁ、ミスター関、啓発本100冊送ってやる。クソ迷惑だ。今回の都市伝説は、地震発生をあらかじめ予知することができるという、地震予知能力。これは世界で一番日本人が習得することができる超能力と言われてるのね。というわけでですね、今回その地震予知について触れていきたいと思います。大小問わず頻繁に地震が発生する地震大国の日本。そんな国だからか、日本人は世界で一番地震予知の能力を体得しやすいと言われてるというのね。そして地震前によく現れる体の異変は、頭痛、食欲不振、気分の落ち込み、うつ、めまい、メニエール病、喘息、腰痛、肩こり、神経痛、関節炎、リウマチ、ジンマシン、吐き気など様々なのね。かゆみとか風呂入れよ。そして耳鳴りも大地震の前だけでなく、日々の小さな地震の前にも体感する人が多くいるのよ。関さんね、雨の前日には頭が痛くなるから、雨の日がね、予測できるんだ。天気予報の方が早いだろ。俺の役目ねえだろ。また耳鳴りの種類も様々であり、地震の起こる方向に耳を向けると耳鳴りがする人がいたり、大地震の前には高く長いキーンという耳鳴りがして、小さな地震の前にはくぐもったような低く短い耳鳴りがする人もいるのよ。パオーンって来たらタイにいいんだろ。そして基本的に両耳の耳鳴りではなく、片方の耳だけ耳鳴りがする人が多いというのね。そして頭痛も地震前によく起こる体感として挙げられるのよ。地震の前に頭痛がして、その後に必ず地震が来ると言われてるのね。特に大きな地震となると鎮痛剤も効かないほどの頭痛に襲われ、地震が収まると頭痛も消えるというのよ。でも日本ってさ、1日に何回も地震来るわけ。確かにね、震度1とかのね、地震も含めて、で、そんでたまたまタイミングよく頭痛くなってて、あ、そうかもしれないですね。どうする、どうしようもねえよお前。そして 3.11 に起きた東日本大震災では、特にたくさんの人が1週間前から体の異変を感じていたというのよ。ある人の体験談では、 3.11 の1週間前から自分だけ揺れているようなめまいが続き、病院を受診したけども特にこれといった異変は見つからず、医者にも季節的なものか、最近はめまいで受診される患者が多いとの話を聞いていたというのよ。そのままめまいは治ることなく、震度6弱の地震が起きた。グランド走ってた。体育会系かよ。この地震のすぐ後にまためまいがしたと思ったら、また同じ大きさの地震が立て続けに起きて、そこからはもうめまいなのか地震なのかが分からなくなってしまったというのよ。その後の何回も続いた余震の時も、震度が4以上だと数日前からめまいがすることに気づき、それからはめまいがすると水を汲むなどの備えができるようになったという。この日に関さん何をしてたかって、ちょいなんか揺れてる、やべー、帰ってこいよ。そして地震の予知は体調不良だけでなく、精神面に現れることもあるのよ。同じく東日本大震災の震度6の大地震が来る前日に、特に理由もなくとてつもない不安感に襲われたという人もいるのね。どこが悪いのか、自分はどうしてしまったかなどを考えていた時に大地震が起き、それが来てからはその不安もなくなったというのよ。そしてあの不安感は地震が来ることを予知していたのかもしれないというのね。地震の予知でよく挙げられる耳鳴りも、東日本大震災で体験している人が複数いるのよ。この方はもともと携帯ショップに行くと耳鳴りがしやすい体質で、震度6の大地震が来る数分前にゴーという地鳴りのような音のあと、キーンという大きな耳鳴りが右耳でしたというの。月額プラス1000円で iPad つけてくるんだっけ。元店員かよ。そしてその後に続いた余震の間も耳鳴りはしっぱなしだったというのよ。このように日本には地震の前触れを体感できる人が多く存在するのね。今のところ地震と耳鳴りや頭痛の関係性は明らかになっていないものの、地震の前の体調不良には電磁波が影響しているのではないかという話があるのよ。地震の前には体調不良の他に携帯が充電できなくなり、地震が収まると再びできるようになったという事例もあるのね。また地震に先立つ地殻変動時の岩石破壊によって電磁波が発生し、動物の異常行動と人間の異常行動を起こすという話も挙げられているのよ。耳蓋しちゃう。サイドミハかよ。そのため地震を予知する体感がある人は電磁波過敏症が疑われているのよ。実は人間は磁気を感じ取れるという第六感が備わっているという研究結果も発表されているのよ。地磁気を感じる自覚は人間ももともと持っていたけども退化したとされてるのね。おお、これがその地震をね予知する能力に繋がってくるっていうことですね。
ズーだからだ落ち着けよそして自覚を持つ渡り鳥のように利用することはできなくとも感じ取ることはできるのよ。地震予知の体の異変もこの第六感が深く関わっているのかもしれないの。競馬予知したい予想やかよ